カオさん帰ってきたよ。2017年7月11日間のタイ旅、その総集編とかかったお金についての動画です。バンコクとサメット島をたっぷり楽しんで、航空券も含めた旅費の総額はだいたい7万円くらいでした。それでは本編スタートです。こんにちは、無職旅です。これから飛行機乗ります。タイ、バンコク、ドンムアン空港に到着いたしました。ベンチいっぱいあるんで、今日はここで寝ようと思います。そこです、ここ、こっち側。おやすみなさい。バンコク、ドンムアン空港でございます。まずはトイレに行きました。結構綺麗でした。両替お願いします。2000円だけ両替してもらいました。 SIM カードください。一通りやってくれるみたいです。エアコン付きの59番のバスに乗りました。バックパッカーの聖地、カオサン通りに到着いたしました。50バーツなんで165円ぐらいでしょうか。エビ入りです。美味しいです。ふるさとの味的な嬉しさ。無事にチェックイン。今日はそこに泊まります。夕方の散歩に出かけます。両替屋さんありました。だいたい3000バーツぐらい。セブンイレブンで飲み物買いたいです。レッドブル買いました。カオサン通りです。やっぱ昼間よりも活気出てますよね。ほら、ここにします。ここで食べます。パイナップルシェイクが50バーツです。バターチキンカレーが130バーツです。宿のある通りに戻ってきました。おふう笑われた。ふくらはぎすげえ痛い。セブンイレブンで水を買いました。13バーツです。同じ宿の人がなんか見せてくれました。これからカオサン通りに飲みに行ってみようと思います。あれ？あれ、なんか常識的な賑やかさだ。仏教的な日でお酒ダメなんですね、今ね。またパッタイ食べます。今回は卵なんで30バーツ。ごちそうさまでした。美味しかったです。ミロだけ買って帰ります。13バーツでした。ちょっと体調悪いです。はい、そっちは行かないです、ごめんなさい。結局朝ごはんはここになりました。辛い、豚肉入りの麺です。ごちそうさまでした。本当に美味しかったです。ちょっと体調悪いのでゆっくり休もうと思います。お昼を過ぎたのでそろそろ出かけます。水は7バーツです。ワットプラケオ、ワットポーの方に行ってきます。やっぱでかいっすね。すごいです。ワットプラケオはタイで一番格式の高いお寺です。アンコールワットの模型なんかもあります。水をかけてます。無事にタクシー乗りました。涼しくて快適です。タクシーで MBK までやってまいりました。 MBK はすごいね、いっぱいあるんですよ。これにします。定番のタイ料理の鶏肉とご飯の、チキンは日本人の口に合う感じで美味しいです。肉まんも食べちゃうことにしました。本当に美味しいです。甘くて香りがあって。改めてマーブンクロンセンター散策してみます。 T シャツが99バーツだから330円ぐらいです。ムエタイ用品なんかも売ってます。アニメイト入ってみましょう。日本と同じような店内だと思います。スカイトレインで何駅か移動して宿の方に行きます。水を買いました。17バーツです。居心地は良さそう。エアコン効いてます。外出してきます。生演奏付きのバーです。スカイトレインで移動します。いろいろあります。美味しそう。チェンマイ名物のカオソーイ、カレー味のラーメンみたいなのすごい美味しいです。ガパオライスってやつですね。辛い、辛くて美味しい。ごちそうさまでした。セブンイレブンでミロ買いました。 12.5 バーツ。来た道素直に帰って寝ようと思います。市場みたいです。金魚ビニール袋で
すごいビルの中に入りました。超有名店ソンブーンで、まずはカニチャーハンでございます。めちゃめちゃ美味しいです。ブーパッポンカリー美味しそう。なんか世界が平和になりそうな美味しさだと思いました。デカマイバスターミナルです。しっかりコーラも買ったのでバス乗りに行きます。あのバスですね。ボート乗ります。スピードボートでサメット島に向かいます。歩いて宿まで行きます。ドミトリーなんですけどカーテンついてて、なんか過ごしやすそう。クーラーも効いてます。荷物を置いたので早速ご飯に行こうと思います。最近行ったビーチリゾートの中でもトップクラスにいいです。何回も念押してスモールって言ったのにすごいでかいのが来てしまいました。パイナップルチャーハンです。若くて素敵な日本人女性の方と一緒に夕飯できてます。今ショーが始まりました。おーすげー。おやすみなさい。港の方まで歩いてきちゃいました。朝ごはんはガパオライスです。あとミルクシェイクです。美味しかったです。散歩届けてきます。さてか、フードコートというか屋台街というか豚肉の料理です。レッドブル買いました。毎日飲んじゃまずいですかね。そこから先がビーチエリアで入場料が必要となります。ビーチを散歩して過ごそうと思います。熱々の料理が運ばれています。美味しそう。街に戻ってきました。両替しました。ビール買いました。36バーツです。宿に帰ってきてビール飲みます。サメット島夜の散歩に出かけてまいります。今日はスペアリブ食べます。スペアリブとご飯です。YouTube のチャンネル登録者も100人超えていただいて本当にありがとうございますってことで、ビール頼んじゃいました。追加でセブンイレブンで何か買って帰ります。ミロ買いました。 12.5 バーツ。マッサージお願いします。60分250バーツ。痛かったけど体が軽くなりました。おやすみなさい。昨日と同じお店で朝ごはんです。フライドライス with ポークです。普通に美味しかったです。レッドブル買いました。毎日飲んでます。水着買いました。150バーツなんで安かった。やっと出発時間のようです。あの船かな。船乗りました。タル島に到着しました。ぷかぷか行きながら楽しんでます。刺さってしまいました。痛い。痛い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 。え、嘘、棒持ってきたよ。楽しいランチタイムです。あ、いろんな串焼きとチャーハン、あれ、あ、フルーツ、あとフルーツです。ごちそうさまでした。美味しかったです。シュノーケリングしてます。晴れて海がもっともっと綺麗になってきました。魚がすごい来る。木陰でのんびり昼寝してます。サメット島戻ってきました。楽しかったツアー、これにて終了です。さよなら、バイバイ。町まで帰ってきました。宿に帰ってきました。今日は比較的静かです。いつものフードコートです。あ、こんばんは。またビール飲んじゃいます。これ全部で、400バーツかな。あー、美味しかった。幸せです。ミロとケーキ、コンビニスイーツなんかもあってびっくりしました。いつもの食堂です。イカ入りのおかゆです。毎度おなじみレッドブル買いました。今日はレンタバイクで
サメット島を散策します。バイクでサメット島を回ってます。楽しい秘境って感じがしていいですね。展望台ありました。あ、いいですね、ここも。無事に宿に帰ってきました。ありがとうございました。コプンカープ。タイのシール買いました。タイ国旗のシール。港に着きました。フェリーボートでゆっくり万平に戻ります。屋台で買ったご飯を食べます。もち米とフライドチキン2つです。バスでバンコクに戻ります。多分もうじき到着です。バンコクの東バスターミナルに到着しました。スカイトレインに乗ります。バンコクの中心部なんですけど、全然観光地じゃないエリアです。トムヤムラーメンです。美味しく満足したので宿に行きます。今日の部屋到着しました。階段登ったので少し息が切れてます。これからバンコク街歩き、大好きな MBK に入りました。店じまいしてるところが半分ぐらいかな。フードコートもなんか終わっちゃってる。ここら辺は大きなショッピングセンターが並んでて、とても賑やかです。すごくないですか、建物自体すごいおしゃれですよね。これザ・ベストショッピングモールオブアジアだそうですよ。ちょっと雰囲気の違う屋台街ができてます。食べ物以外のお店も結構ありますね。かわいい木彫りの食器。牛乳と水とおにぎりを買いました。そろそろ寝ます。おやすみなさい。バンコクの下町っぽいところです。無事に営業してたので入りたいと思います。イカ入りのトムヤムクンラーメン来ました。今まで食べたトムヤムクンの中でこのお店が一番美味しいと思います。みんな大好きマーブンクロンセンター。もう今回はね、3時間ぐらいいようかと思います。あんかけ片焼きそばとライムジュース。なんか唐突に何かが始まりました。メイドカフェがあります。手を振ってます。犬タンパフェっていうのを頼んでみました。結構よくできてますね。おいしくなーれ、もえもえ、ビー。会員カード作ってもらって、あと、チェキ一緒に取ってもらいました。日本もこれから暑い時期ですし、こういうの涼しくていいですね。続く貴金属店とか多いですかね。薬局のチェーン店も入ってます。スカイトレインで移動します。チャオプラヤー川を進む船に乗ります。大きい建物を作ってますね。カオさん帰ってきたよ。やっぱりここ一番好きなんです僕はね。落ち着きます。セブンイレブンの水といつものレッドブル。こちら、フォーサンズプレイス泊まります。部屋はこんな感じです。シングルルーム。夜のカオさん通りです。とてもにぎわってます。頼んでしまいました。ビール、アヒルと揚げバジルだそうです。うまい、超うまい。はい、おいしいおいしい。はい、コプンカープ。マクドナルドに来ました。マックフルーリーです。朝のカオさん通りです。ここで朝ごはんにしようと思います。にぎわってるし美味しそう。汁気のある野菜、肉とソーセージです。普通に美味しいです。朝食後のおやつです。キャラメルサンデー。毎度おなじみ元祖レッドブル。これで疲れも吹っ飛びますね。今日最初の観光地はプラスメエントリテです。せっかく日曜日なんでウィークエンドマーケット行くことにしました。涼しそうな服買いました。1つ200バーツを、3つで500に負けてもらいました。ありがとう、コポンカープ。荷物できちゃったんで一旦宿に帰ります。改めて外出してきます。バスの509番に乗りました。チャプチャック、ウィークエンドマーケットに到着いたしました。
名前の通り週末だけやっている大きな市場です。安いですね。飲食店とか屋台もあります。あれ買いました、150バーツ。あとこれ買いました、100バーツです。屋内にも売り場があるんでとっても大きいです。面白 T シャツ発見しました。すごいな、 T シャツ40バーツで売ってるとは思いませんでした。これを買いました、65バーツ。両替所発見しました。これでまたガツガツ買い物できます。1つ150を3つで400におまけしてもらいました。公園を通ります。スカイトレインで街の方へ戻ります。今日も MBK に来てしまいました。しゃぶしで夕食にしようと思います。419パーツで1時間15分食べ放題みたいです。いろいろ回ってきて楽しいですね。結構お腹膨れてきました。路線バスでカオさん帰ります。47番。今回の旅ではこのタイプのバス乗るの初めてですね。カオさんまで帰ってまいりました。20時40分部屋に帰ってきました。出かけてきます。ジェイソンがおるで。シャレにならんやつだったらどうしよう。ほどほどにぎわってるのでここでタイマッサージお願いしようと思います。今日も Wi-Fi 早いの求めてマクドナルド来ました。水買いました。おとなしく宿に帰って寝ます。お寺のエリアに来ております。まずはマンゴースムージーでございます。続いてイエローカレーでございます。なんか絵になります、盛り付けがいいから。カレーとても美味しかったです。今日はシーロムっていうエリアの宿に移動します。いつもより小さいレッドブル買ってみました。まあ、散歩も兼ねて移動してみようと思います。ワットポーもかなり立派なお寺です。チケット買いました。水タダでいただけるんですね。有名な寝てる大仏様です。敷地はかなり広いです。渡し船に乗ってチャオプラヤー川の対岸に行きます。ワットアルンがあります。ワットアルンは見学しないで移動しちゃうことにします。しっかり雨が降ってきそうなので売店コーナーです。すごい絵が描いてあります。リバーシティマンダリンオリエンタルホテル。思いつきでぶらり途中下車しちゃいました。宿の最寄り駅まで来ました。セブンイレブンでココア買いました。宿に到着。これかキューブホステル。結構広くて落ち着く感じです。おそらく最後のバンコク散策に出かけてきます。ルンピニー公園、とてもいい公園だと思います。スワンボートで遊んでる人もいます。ようやっとバンコクの繁華街あたりまで来ました。伊勢丹の端向かいぐらいにあるこちら、いろいろうまくいきますようにとお願いしました。セントラルワールドの前に来ました。建物の中入っちゃいました。なんとスケートリンクあります。ユニクロもありますね。近代的なショッピングセンターです。お腹減ってんのになぜかアイスクリーム食べます。思ったのよりもちっちゃかった。普通に美味しいです。セントラルワールド7階のスーパーマーケットです。ドライマンゴー68バーツ、トムヤムクンラーメン13バーツ。袋麺もいいですね。こういう見慣れたお菓子のご当地味ってのもお土産にいいですね。トムヤムクン味にラープ味とかあります。ジムトンプソンのお菓子なんかも置いてあります。買うのはいいんですけど無事に持って帰れるでしょうか。もう一頑張りなのでレッドブル飲んじゃいます。カオマン街の有名店探してたんですけど、もう明らかにここですよね。最後はやっぱりコカ・コーラ、そしてカオマン街。さすがの美味しさです。同じテーブルに、日本人のお二人、チャンネル登録ありがとうございました。どうも。スカイトレインで、宿の方に帰ります。セブンイレブンで水を買いました。
ご飯を食べてから早めに空港に行こうと思います。最後まで頑張れるようにレッドブル飲みます。ローカルバスで空港へ向かいます。29番、ドンムアン空港入りました。荷物の重さ懸念されていましたが、5.4キロ、全然余裕でした。ドンムアン空港の免税店エリアです。簡単に使えるやつだけ買いました。カオマンガイとかにつける甘いタイっぽいソース、カルピスは40バーツ、空港価格ですね。飛行機乗りました。眠い。成田空港到着です。無事に帰国して帰宅しました。旅費の総額は69,647円でした。この動画の概要欄にタイ旅2017本編のリンクがあります。そちらも合わせてご覧いただけると嬉しいです。またタイの他にもいろいろな国を旅した動画がありますので、ぜひぜひよろしくお願いします。